マルサンホビー動画チャンネル、強小新製品エンジンカー組み立てキット FW06 のご紹介です。箱の中身はこのようになってます。順番にご説明いたします。まず組み立てキットのため全部バラバラになってます。メインシャーシですね、合成のある、アルミのシャーシになってます。で、一番心臓部のこれが、イチゴのエンジンのリコイルスターター付きで、ここまでできてます。横排気のスライドキャブレターの、一番スタンダードなタイプですけど、必要にして十分で、あと調整にもよりますけれども、メーカー発表で時速60キロで出るようになってます。で、こちらがタイヤとホイールですね。形は完成しますけど、これ接着しないもんですから、接着は必ずしてください。で、組み立てキットでアルミのオイルダンパーが付いてます。このネジ式になってるのは、スプリングのこの強さを変えることが自由にできるようなオイルダンパーになってます。ギアボックスの袋ですね。で、バンパーの部分です。非常にコンパクトに、その部分でまとめてありますから、むやみに全部開けなくて順番に組み立てていきます。これがマフラーのとマニフォールド、エンジンマウントの部品です。こちらもギアボックスの、タイプですね。ビアリングとそのセクションで一応作ってありますので、非常に作りやすいようになってます。足回りの、部品ですね。これはサスアームの部品になります。これはエンジンカー独特のもので、2スピードユニットって言って、チェンジができて、スピードを上げることができます。これが前後のギアデフですね。これは4WD で、前後ギアのデフを、シャフトドライブでつないでます。これはさ、ハンドルの部分の、サスペンション、ハンドルの部分の根元になります。で、エンジンカー独特の燃料タンク系ですね。あとはこれがメカボックスになります。で、これが一応部品が全部です。続いては中の組み立て説明書のご説明になります。こちらが組み立て説明書です。先ほどの部品の組み立てになりますけれども、非常にわかりやすい説明書になります。まず、この車は別売りのものがあります。それをちゃんと先にご説明します。送信機、受信機ですね。で、これはないと走れませんから、こちらと。エンジンカーはサーボ、これを動かすものは2つ必要になります。これが2つ必要ですね。で、電動カーのはやってる方は多いと思いますけれども、エンジンカー初めての方だと分かりづらいかもしれませんけど、そのサーボを2つ動かすのに、乾電池はちょっと動きませんので、このニッケル水素の 6V のバッテリー、俵型が炭酸電池4本と同じタイプになりますね。これが必要と、電動カーでしかやってない人は困りますけれども、スイッチ、これが必要になります。乾電池4本だと、十分な性能が 2.4 だとできませんので、その、類は絶対に必要です。で、あとは燃料ですね。エンジンカーですから、専用の燃料で、目安的には OS の、まず最初でしたら、ニトル 20% のオンロード。この辺が、おすすめです。で、それを燃料タンクに入れるのに、こういう手に持つタイプのポンプと、あとはこの巻いてあるタイプと、どちらでも燃料タンクに入れるのに必要になります。で、プラグヒートが、プラグに点火するのに必ずこういうプラグのヒートが必要になります。で、先ほどの、このニッケル水素のバッテリーは充電するのに 6V の、1600のニッケル水素ですから、それ対応の充電器で必要になります。こういうようなやつので、変換コネクタを使って充電したりします。あとこちらは、組み立てに必要なので、通常の電動カーを作るような工具で一般的なもので大丈夫なんですけれども、ダンパーのオイルとか、あと、リングゲイン塗るグリスなんかは別売りです。あとエンジンカーですから独特のネジの緩みがきますので、ネジ止め材は必須です。で、こちらのキットは、ボディが別売りになりますので、電動カーのタイプだと幅が狭い190、185のが多いんですけど、200の幅を使います。オイルベースは同じなんですけど、その幅は気をつけてください。以上のものが別売りになります。で、順を追って組み立てていきますけれども、先ほどの部品の、ご紹介の時に、それぞれ組み立て順になってますね。これは地味なんですけれども、今日初めてこの新製品のやつを見ましたけれども、昔と違って、その部分で作るものが必要になってきますんで、他のメーカーだと、まずネジを必要なものを原寸図に合わせて、集めたり、それを作ったりとかしますんで、その手間がすごいかかるんですね。非常に優れた進歩だと思います。地味なんですけれども、作り手にとってはやりやすい、工作がしやすいような手順になってます。で、あとこちらが前側のアクセルですね。で、こちらが後ろの方のギアデフになります。どういうことかというと、前側は直結で、後ろがギアデフになってます。で、これが、馴染みはない人もいますけども、2スピードユニットっていう、エンジンカーは回転が上がると、チェンジがして、1速から2速に自動的に遠心力で、上がる機構で、これは電動カーにはないものですね。
で、ディスクブレーキがついてます。これもちゃんとこうしますね。この金属とこの、樹脂系のやつを、接着をするようになります。ゴム系の接着剤が必要ですね。であとこの組み立てでシャーシにセンターの2スピンのところをまずくっつけます。まあ一度間違えても組み直しはできますから、これがハンドルの周りですね。でこの寸法でステアリングのハンドルのところは、この辺はターンバックルで片方は逆ネジになってますから、真ん中の方を、締めたり緩めたりすると足回りのトイントワートの調整とかも全部できるようになってます。その組み立てですね。でこっちが前側のタイプをギアケースに入れてこのように組み立てできます。でこれが足回りで、こちらのエンジンカーは通常の電動カーと違ってダブルシフォンサスペンションで足回りが自由自在に動かせることができます。非常に優れたタイプで耐久性もある実績のあるサス回りになってます。でその取り付けですね。でシャフトの4輪ですから真ん中の2スピンに対して前のギアケースをつけてみます。でサスアームをつけて、こちらが後ろの方のサスペンションを、つけて、そのブロックでダンパーステをつけてからフレームに搭載します。でリアのボディマウントとかをつけます。こちら辺は先ほどの別売りの、ハンドルのサーボ、あと、サーボのセーバーですね、ここをつけて、スロット側のサーボをつけます。でこれが別売りのスイッチをつけますね。で、メカボックスの下をつけて、別売りの先ほどの、6V のニッケル水素のやつを充電したものを使います。でこのように蓋をして、メンテナンスがすごい優れてて、これだとゴミが入りにくくて非常にいい設計ですね。でこのようになってます。それの取り付けですね。とエンジンはこのようになってます。この絵の通りで大丈夫ですね。でそれを搭載してこのようにつけます。これがリンケージって言って、送信機を動かしたときにこれがちゃんと動くように調整します。こちらですね。あとオイルダンパーの組み立てですね。この辺は電動カーと同じですから、その絵の通りで大丈夫です。その取り付けですね。でエアクリーナーをつけないと中にゴミが入ってしまいますね。それは付属されてますね。で先ほどのタイヤとホイールを接着して組み立てていきます。それを取り付けて、完成になりますね。このように非常に密閉度の高いメカボックスとかで、シャフトの4輪駆動で、こちらの方は幅が20センチの幅で、非常に、なんていうんですかね、ベーシックなタイプながらも、本格的な足回りとかを使ってますんで、エンジンカーをこれから初めてやりたいっていう人には、一番うってつけでやりやすい教科書のような、エンジンカーの組み立てキットになります。で、1号エンジンで、直、鳴らし運転からやってきますけど、5段くらいで鳴らし運転をしますけれども、直60キロオーバーには、メーカーで、表示がしてありますんで、でもメインニードルという調整の仕方で早くも遅くもできますけれども、周りに十分気をつけて、やってみてください。で非常にやりやすいエンジンですんで、こちらの方で入門にはもう本当にうってつけですから、周りに十分気をつけて、音の問題がありますんで、その辺は十分注意を、してもし分かりづらい場合は経験者がそばにいると非常にやりやすいと思いますんで、ぜひ電動カーから挑戦するには一番おすすめのキットになりますんで、よろしくお願いいたします。10分の1のサイズで一番使いやすいものですから。であと合わせて、チャンネル登録もしていただければ、部品の入荷とかキットの入荷、あと新製品のご紹介も合わせてやってますんで、ぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございました。